あの会社員をずっとやってきましたので、えー、非常に楽しかったんですけどこの仕事を続けていって本当に満足が得られるのかなというふうには思いましたもっと人のためになることであったりとか人から喜ばれることであったりとかそういった仕事があるんじゃないかということでいろいろ探したんですねでその結果あの、まあ、弁護士がいいんじゃないかっていうふうに思いましたやっぱりなんか困ってる人を助けるのは弁護士の役割と。 いうことでで司法試験の勉強をしたんですね実は会社員でありながら代理店だったから結構大変だったんですけど <laughs> あのやりましてでもその法律を勉強していくうちにやっぱりその法律にそ,のそのものに何か歌詞があるとういうことに気づいていくわけですね。ルールが間違っていてそのルールでにのっとってですねいろんなあのこ困った人を助けようとしてもなかなか限界があるとういうことに気づきましてででじゃあそのルールを作っているのは誰なのかと。 言ったならばそれは政治家だとであるならばその政治に踏み出していった方がよりあの、まあ、僕にとって楽しいというか情熱的に活動できるというか情熱的な仕事になるんではないか困っている人を助けることによって、うん、より充実した生活が送れるんじゃないかなというふうには考えました。僕はその最初に あのまあ、選挙のことも全く分かってないですし政策のことも分かってないので秘書になろうというふうに考えたんですねで,で公設秘書として3年半あの国会に勤務をしましてそこからの出馬ということに至ったということですね会社を辞めるときには本当大丈夫っていう話でしたよねこうやっぱり会社は結構いい いいお給料ですよねあの広告会社その当時いい,いいお給料でしたし、えー、それを振り切ってで選挙って、ね、すごいお金かかるんじゃないのっていうことも言われましたし、えー、そういう意味では本当大きなチャレンジ、えー、と見られましたね、うん、ただ僕にとってはあのそんなに大きなことではなくてやっぱり何かをやっぱりリスクを取っていかないと何も得られないんじゃないかというふうに思っていましたので。 それはチャレンジをしようというです私が決断した一つの理由がやっぱり子どもができましてでその子どもがやっぱり2歳か3歳くらいだったんですかねでニュースでは毎日のようにやっぱりこの国の未来がもう大変なことになるあの借金がその時うなぎ登りになっているっていうことが、まあ、ずっと報道されていましたので。 そういう意味でいうとこの小さな子どもがですねえじゃあ20年後30年後大人になったときに果たしてじゃあ今の豊かさを維持できるのかどうなのかということは考えましたねそれもあの一つのお決断の要因だったのかなという,う思いますあの最初にといですね。ね、えー、ですけど、まあ、とにかく歩こうということで、まあ、ピンポンして歩いていくとですね 一、まあ、人人二とこうこんなな何の価値もないというか自分の価値もわからないですしただやりたいというだけの男の子に対してですねじゃあ応援してやるよっていう方が出てくるのでそれは本当にありがたいことだなとでそれを励みにしてでそういう人たちのご期待に応えなければいけない、えー、そしたら負けるわけにはいかないですよね。 とということでもう死ぬ気で活動したのが最初の選挙でしたし僕はあの商店街の小さなカメラ屋の息子なんですねあの父がカメラ屋さんをやっていてもう潰れてしまったんですけどその当時その商店街の皆さんがですね「お前カメラ屋の息子だよね」っていうことであの非常にこう応援してくれた、うん、それは嬉しかったですねそういう人たちの思いがあったので選挙は大変でしたけどでもやりきることはできたかなと。 ふに思っていますま僕自身はやっぱり人助けがしたいという思いで政治家を目指しましたそういう意味ではやっぱり今の困難な状況をですねしっかり打開したいという熱い思いを持っている人と一緒にやりたいなというふうには思うんですねやっぱ選挙も大変です、えー、でも大変だからといってじゃあいろんな団体とか企業とかのサポートを受ければですね やっぱりそれでその困難な状況を打開できなきしがらみになってしまうんですねですからそういったしがらみを持たずに強い意志であのしっかりと選挙を遂行できるとそのためには熱い思いが必要なのでだから思いを持っている方と一緒に戦いたいなというふうに思っています